りで吸血するなら逆にこの髪の毛から波紋を送り込んでやる。サンライトイエローオーバードライブ。君はそんな人間じゃないはずだ。君に似合うのはやっぱりこっちだろう。早く着替えたまえ。可能。クロスファイヤーハリケーンスペシャル。以前トレジャーショーに応募して最終候補に選んでいただいて一度電話でお話ししたんですけど、このまま逃げ出すつもりでいたのだろうが当てが外れたな。俺との戦いはないだろうが、このエシディシからもプレゼントだ。なのにお前が俺より先に行こうとすんなよ。俺は物戦だな、サルトビ。究極の生命とはあらゆる生物の全ての能力を身につけ全ての生命を兼ねる。そしてよくやった。これで終わりだ。貴様たちが掲げていた旗はもうない。これで終わりだ。あなたの才能が素晴らしいということは試してみて分かったわ。訓練されていないでよく水面をそれだけ動けると感心します。今や蓮舫はあの男の我欲を満たすためだけの道具になり果ててしまった。あの、お尋ねしますけど、私の家から男の子が出ていくのを見ませんでしたでしょうか。あなたのような銀色の髪の子供なのですけど。地上の方で足らぬなら地下の方を用意してやろう。貴様がために吉原に流れた女の涙、男の血、たとえ天が許しても吉原が法、死神太夫が許さぬ。私をあなたの妻にしてください。あなたに一生使います。何なりと追いつけになってください。だからあなたのおそばに生涯いさせてください。だからこそ警察は警察のお仕事に、キャバ嬢はキャバ嬢のお仕事に戻らなくっちゃね。ブチャラティ、俺は飛行機でのスタンドのことを思い出している。ミスターが確実に敵を死体にしたのに。まだ手も何も出してないのに冗談じゃないよ。こっちは来年大河も決まったし。そうそう、それでこっちも何とかしようと思って。逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。お別れ前に挨拶がしたかったけど、こんな別れ方も僕らしいのかもしれません、ね、貴様をゲームから降ろさせないためだぜ、東方丈介。貴様程度のスカタンにこの露伴が舐められてたまるか。おお、違います。実は私内緒にしてたあるけど異国出身です。寿司、芸者、相撲、ジャンプ。突然ですよ、これは気合の雄たけびです。暮らしていただきます。行け、やれ。案ずるな、空いた背中は互いに守り合う、それがダチ公であろう。負傷して出た血を水圧カッターのように飛ばして切断したのか。だが空気団の方は副長殿に存じていただけているとは、同じく江戸を守る者として光栄であります。見回り組局長佐々木伊三郎と申します。